はい、こんにちは。ということで、今回なんですけど、俺のね、DM に、ある情報が届きまして、これですね、はい。シャンロンさん、新スキンがマジでやばいです。これは、フォートナイトを終わらせます。フォートナイトを終わらせる？あれ、どういうことだ？全然意味わかんないけど、まあ、とりあえず、こういう DM が来たんで、これはちょっと詳しく見ていかないとな。動画の途中なんですけど、クリサポね、始めたんで、よかったら皆さん、クリエイターサポートお願いします。SYONN、あ、すみません、間違えました。SYNOO です。はい。皆さん、クリサポ、よかったらお願いします。そのスキンの名前が、ミッセス・インクレディブルっていうやつらしいんだけど、そんななんかミセスグリーンアップルみたいなやついたっけ？全然知らないんだけど、最近追加されたんかな？あ、あるある、一番上にあんじゃん。ミスターインクレディブルとミセスインクレディブルっていうのと、なんかいろいろフローズン、フローズン？フローズンじゃなくて。なんかミスってないこれ名前。なにこれ？細いし、なんか顔長いし、なんかよくわかんないスキンが売られてますけど、まあ、このスキンが何がやばいのかっていうちょっと説明が書いてあるんですけど、ミスターインクレディブルのこの男の方は別になんかただでかいだけで使いにくいですよって話ですね。女性の方が当たり判定もやばいですし、見た目もやばいです。できてますね。まあ、確かに細すぎるな。細いわ。爪楊枝の足なんだけど、完全に。足が爪楊枝だし、まぁ、ちょっとなんか見た目もね、ちょっとね、ね、でも言いたいこと伝わってるこれ。多分伝わってると思うけど、パツパツで、ちょっとなんか、って感じだよね。まぁ、だからこのスキンがやばいらしいんだけど。で、これでさ、これを動画にすんのきつくない？もう終わったんだけど、話すこと。じゃ、実際使ってみて、どうなのか見ていきましょう、みたいな。そういうこと？何をしてほしいんだよ、俺に。これ、何の動画だよ。まあまあいいや。買いましょう。あ、じゃ、皆さん買うときはね、クリエイターサポート SYA の。ちょっと買いますか。このスキンね。はい。じゃ、購入と。確かにね、今までのフォートナイトゲーム史上一番細いし、なんか形やばいよね。ヘッドショットとかの判定もさ、なんかやばそうじゃね？これ。はいはい、来ました。うわ、すごい。なんだこれ。形が、え？これフォートナイトじゃないんだけど、全然に。建築の感じとかも、あ、普通なのかな？いや、普通だな。感じとか別になんか、建築しにくいとかも特にないけど、みんながね、見たいとこは、このマントの奥だよね。この、今マントが邪魔だろうって思ったでしょ、今。マントちょっと外してくるね。はい、来た来た。あー！はい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 、これはもう、大変な、これもう。大喜びしてる男子どもがいるぞ。おい、フォートナイトさん、運営さん、よくないわ、これは。今動画見てるお前らのこと言ってるからな。俺は何も思わないよ、別に。何も思わない。けど、みんなが思うって言うから、そう言ってるだけ。あ、すごい、何これ。で、太ももすごいね。ゲーム送ってきた人は多分このスキンの見た目が、やばいですと。フォートナイトが終了しますよって。この見た目でフォートナイト終了する？あ、これとかいいんじゃない？これこれ。あー、はいはいはい。まあ、そんなか。言うてもじゃない？あ、これね。はい、フリフリしてますけど。でもね、俺低評価の嵐なんだけど、普通に。俺、シャンロン気持ち悪いっつって。これ DM 送ってきた人が悪いから。俺、別に俺は悪くないから。トイレ我慢のやつね。はい。これとか。まあ、別にだけどね。いや、そもそもさ、ミセスグリーンアップルがさ、まあ、有名キャラクターだし、別にそういう風には見えんよな。もうキャラクターだもん。おい、いや、すごいな。これマジでさ、キャラクターの形どうなってんのこれ。これとかね。はい、腹筋の。顔えぐ。ちょっと、これ新スキンね、持ってる、呼んだんだけど、なんでこれ買ったの？体が細いので、ちょっと使いやすいかな。あー、なんかキーからとかじゃなくて。あー、はい。ほんとか？なんかじゃあ怪しいぞ。大丈夫。何大丈夫って、なんかスーツがピチピチだからとかじゃない？いや、全然そういうことないです。怪しいな。このスキンなんかさ、多分フォートナイト史上で今までで一番なんか形がおかしいじゃん。ああ。で、ちょっと当たり判定をね、ちょっと見たくて、ちょっといい？ってか、もう普通に当たり判定さ、おかしかったらさ、スキンによって強さ変わるってことだよね、フォートナイト。
そうですね。できます。このまたね、多分みんな気になってるこの爪楊枝ね。足。あ、え？あ、待てよ、これは。いやでも待って、ちゃんと細いかも。あ、でもなんかちょっとこの、くるぶしのとこは、ちょっとでかいけど、この、あ、でかいな。え、でかい？なんだこれ。ちょっとよくわかんないんだけど、これ。あ。あー。あ、ここら辺とか透けるな。あ、透ける部分あるわ。普通のスキンより出てるとこは透けて、で、この足とかは、足ちょっと細い気がするけどな。なんか当たり判定。多分頭は当たり判定でかいわ。あ、だよね、ここでヘッショか。スキン使ってた？公開マッチとかで。一回使いましたね。あ、使ってみた感じどうだった？なんか、めっちゃ当てられたとかあった？特にないですけど、めっちゃ自分的に使いにくい。使いにくい？はい、ちょっと。まあ、違和感。はい、え、これ、返品これ。もう、返品チケットはもう全部使い果たすので、返品できません。え、じゃあめっちゃ後悔してるってこと今。まあ、後悔してますね。目の保養にはなるからいいんじゃない？これ。一回建築勝負してみようよ。ちょ、俺まだこれ、サポータイトやってないんだよね。なるほどね。すごいな。あ、ばい。確かに建築しにくいとかはないよね。この AR とか撃った時にどうなるかって話だからね、やっぱ。重要なのは。ね、急に呼んで急に怠慢になっちゃってるけど。はいはいはい。まあ、見やすさとかも特にないな。まあ、なんなら足とか細すぎるから、浮いてるように見えるわ。走ってない。え？なんかダメージでかくない？あー、まあ。まあ、でも、普通だな。どう、当てやすいとかある？あんまり変わらないです。変わんないか。じゃあまあ見た目とかめっちゃ細いけど特に変わんないんだね、普通のスキンと。ほんとなんか気が大きいぐらいだこれ。知らないこと、たくさんあるよね。じゃあ、ありがとうね。ありがとうね、急に呼んで来てもらって。はい、ということで今回ね DM が来てちょっと色々と検証してみたんですけど、そのっていうものはそんな感じないかな、別に。そんなないし、当たり判定も普通だし、まあ、フォートナイトが終わりますは言い過ぎだけどね。まあ、とりあえず返品しようかな。あ、ごめん。インクレディブル、返品や、お前は。